子も逃さず、あの集中力を切らさず、あの演じなければいけないなと思っているので、楽にいられるシーンがないんですよ。苦しいですよ。<laughs> <laughs> えー、灰武雄役の山田です、えー、本読みをした時には約4時間ぐらい、えー、の本であの1幕2幕3幕とあの構成されているものをですねあの、まあ、皆さんがこう見やすいように、えー、皆さんにより届けられるように、えーまあ、1幕2幕構成になりまして、まあ、約3時間。 ぐらいのあの、まあ、休憩を挟むんですけど3時間ぐらいのものになって、えー、まあきゅっとしたことによりあのその寺前修二さんの歌謡性の伝えたいものみたいなものが、えー、その僕ら登場人物の瞬巡間がですね非常にすごい短いシーンで起伏が激しかったりでその奥の奥隅の隅まで、えー、伝えるには相当の。 技量とと、えー、集中力力精神力が必要だなって、えー、思ってて思いますでもそれを真鍋さんとい,ちいっぱいディスカッションさせてもらったり松幸さんともいっぱいお話しさせてもらってあの支えてくださったりユうスケさんはもうお芝居やこうお芝居じゃないところで僕をこう笑顔にしてくれたりとか志麻 <laughs> さんの音楽がドレスコーツさんの音楽がそれを助けてくれてそしてキャストの皆さんが。 あのドラマパート、まあ、僕らはちょっとこの本筋のストーリーを担ってるんですけど、えー、すごくこう歌や踊りで盛り上げてくれているのでまずはこのみんなが、えー、ここに立ってるこの舞台に立つ皆さんがあのこの可用性をやりきれたって思えるような舞台になれたらいいなと、えー、そういうふうに、まあ、僕があの。 あのまだ弱胚者で、あの未熟者で、なかなか力不足を感じている日々なんですけど、あのみんながこれをやり切って、あの楽しくここで生きられたら、お客さんもそれを楽しんでもらえるんじゃないかなっていうことを思って、今日初日頑張りたいと思います。どんな公約からというか、どういうふうに演じようっていうことをパッとこう感じられたんでしょうか。読んだだけでは決めてはいけない気がして。 あのこういう人物だということをなので稽古場ですごく確かめていく作業が多かった気がしていますしえ今もこうなんじゃないかああなんじゃないかっていうことはあの思えるぐらいあのすごくお話としてはシンプルなんですけどそのさっき僕が言ったその。 感情の奥の奥奥とか本当隅まで伝えるにはどうしたらいいかっていうものをすごく考えながらあの一個も逃さずあの集中力を切らさずあの演じなければいけないなと思っているのであのなんかこうちょっとこう楽にいられるシーンがないんですよ。楽にいらられるシーンっっって言ったらちょっと 言葉が悪いかもしれないんですけど、感情がこう。フラットの位置でいられるシーンがないというか。あの、何かに苦しんでいて、何かが弊害になってっていう人物なので。あの苦しいですよ。はい <laughs> 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 いや。でもそれがやりがいでもあるです。 ありますし。しはい、なんかもしかしたら本当日々進化していく舞台になるんではないかと思います。はい、ありがとうございました。